ラーメン二郎でやってはいけないこと。うわ、うお、これはちょっと心して聞かないと、やばいやばいやばい。そうなんですよ。ミッドナイト TV。 ラーメン二郎、やっぱそんな怖い店なんすか？あ、怖いからな。で、結構いろいろなんかマナーがあるとかいろいろありますけど、もうこの間ちょっとあのネットの世界をね、回遊していましたら、ね、あら、はい、かっこいい言い方やな。ネットの世界にね、サーフィンを、はい、ネットサーフィン心がけてたんですけども、心がけてたネットサーフィン心がけてたんだ。あの、ラーメン二郎でやってはいけないこと一覧がこちらっていう、あのまとめサイトみたいなのが上がってきまして、あらあら、結構ね、いくつかこう項目を上げてくれて、それについての、あの説明文もついててみたいな感じなんで、本当なのかと。そうです、ちょっと一つ一つ見て、はい、これは本当にそうなのかっていうところを、あ、はい、ネットの情報を鵜呑みにしちゃいけないからね、本当に。いや、そうなのよ、ね、やっぱりスルティブ嘘ばっかり、本当にそれはそれは語弊がある全部嘘そうそうみたいなラーメンなんてないんだから本当に、まあ、え、どういうことそれ、ラーメンなんてないんだから、まずラーメンない、うん、すするなんていないんだから、前提を伺ってるじゃん、この後ろもないからね、ちょっと押したら倒れるから、気をつけて。いないんだから。外これ。ちょっとじゃあ見てみようよ。はい。どういうのが分かるの気になるわ。まあまず一つ目、うん、フライングコール、コール見出しっていうのがありました。なるほどなるほど。うん、どうでしょう、これ分かります？なんかパッ。要はニンニク入れますかって聞かれる前に、先にもう出来上がるかな、出来上がるかな。野菜に油でみたいに言うみたいな。そうですね、それか、うん、とかなんか食券出す時に、僕あの過去にライブハウスでライブした後に、あの新宿の歌舞伎町の二郎に、そのライブの時に知り合った出演者の方と一緒に行ったことがあるんですけど、その時二郎行こうぜみたいな感じで、野菜マシマシだよなみたいな感じでめっちゃ言われて、うわーって思ってたんだけど、その人が食券買って食券をこう置くじゃないですか、もう置いた瞬間に野菜マシマシでって言って、うわ、二度とこいつと会いたくねえな。うわそうね、食券出す時じゃないんだよな。違うんだよな、まあお店で違ったりするんですけど、特にインスパイア店では食券出した時に言うところもあるけど、ラーメン二郎は基本的にニンニク入れますかとか、相模大野店で行くと、ラーメン行きましょうっていう、これを言われて、目黒店だったらの時に、視線だけの時ありますから、レーザービームがね、視線のっていう、このタイミングが一応あるんで、まあ確かにここはコール見出しと言っても仕方ないかもしれませんね、これは確かに、確かに、うん、これ合ってんの、じゃあこれは合ってますね。おい、この調子でちょっと見ていきます。はい、次はですね、ロット見出し。ロット見出し、これもどうやって見出すの？あ、ロットを見出す方法ですか。ああ、まあ例えばロット見出す方法、ロット人を怒らせる方法だ。矛盾してんだあるんですよ。ロットを見出す方法としては、まあ大体ラーメン二郎っていうのは5人1組みたいな感じ、ワンロットみたいな感じで、はいはいはい、その5人一斉にこう麺を茹で始めるんですね。うんうん、だからまあそのワンロットの5人がある程度その揃ったタイミングで食べ終わるっていうのが望ましい。なるほどなるほど。なんだけど、まあそこでめちゃくちゃ時間かけてこうゆっくり食べちゃってたりすると、そういう感じが、そう、4人しか入店できなくなるから次が、あ、そうそうそう、だからそうなるとその提供できる杯数が減っちゃったりとか、より並ぶ時間が増えちゃったりとかっていう、まあ、ロット見出しはしない方がいいかなって。なるほど、ね、それがロット見出しなんだ。そうですね。あ、全然違うこと考えてたわ。え、何だと思ってた？いや、なんか勝手に入れ替わるとか人。替え玉ね。並んでもらってこう勝手に。麺盗むとか。で、もうそれはどこの店でも怒られる。二郎以外でも怒られる。ね、茹でてる麺勝手に。ロット見出しやな、それは。客席からこいつ。ホームランボール通る客みたいな。そういう感じの。なるほど。はい、まあダメっちゃダメか。まあ別に犯罪とかではないからね。待って、これロット犯罪ではないけど、まあラーメン二郎、そのやっぱ安いラーメンをたくさんのお客さんに食べてもらってこう、売り上げを上げてみたところがあるから、お客さんの流れをこう途切れさせたりするとね、ちょっとお店に迷惑かかっちゃったりするし、列も結局長くなっちゃったりするので、まあまあなるべくこう食べ、あの、早いスピードでという、まあだから携帯をいじりながらとか雑誌を読みながらとかっていうのじゃなくて、もうラーメン一本勝負でいく。ラーメンと向き合いよって話の。そうですね。はいはい、ロット、それが結局ロットを目指さないっていうことに繋がっていきます、ね。なるほど。おお。っていうことですかね。うん。これもじゃあ合ってるの？これ合ってるね。これ。おお、うん。合ってる。結構合ってんじゃん、ネット。ね、ネットすごいな。で、お次はですね、激沈ですね。激沈。ああ、食い切れないってことだ。ああ、そうです、そうです。それか。そうだ、もうマシマシとかにして、さっき言ったやつだ。あいつだ、そうそう。さっきの歌舞伎町のあいつだ。あいつがよ。そう、もう野菜マシマシでとか言って、こんなん来てよ、こんなん食えねえよ、野菜食っただけでお腹いっぱいになるわとか言って、結局なんか麺全然食わないで残していく。よくない。ボスのマルチエフェクター使ってるやつ。あれ知らないけどね。そういうやつ大体知らないけどね。どこの飲食店でもそうだけどね。そうだね。自分の食べれる量をきっちり注文して、それをきっちり食べるって、美味しく食べるっていうのが一番いいんですけど、マシマシやら大盛りやら、うん、そう、大盛りとか、ラーメンとかね、そういうのとかで食べきれないっていうのはね、なかなかちょっと、大盛りですって最近書いてるしな、食券機に。確かに大盛りだよって。最近もだいぶ新鮮。最近なんかラーメン二郎の食券にもこんなこと書いてあるんだと思った。うん、ね、うちのが多いですよって。あ、そうだね。
うん、昔とかはマジで本当に脳情報の店とか全然あった、ね、これも合ってると。これもまあ合ってますね。うん、そうだ。そうですね。まあ初めての人はね、初めての人はやっぱ撃沈しないためにも、まあ小ラーメンか、小、うん、ラーメンの麺少なめとか半分とかね、食券を出すときにやったら対応してくれますので。はい。はい。で、次がですね、はい、死後ですね。ああ、喋るってことか、ね、シンプルに。で、これね、ここの解説によると、結論から言うと、死後が許されるのはロッターのみですって書いてます。ロッターって何ですか？ロッターっていうのは、まあ、だからロットをしっかりと理解して、ちゃんとこのタイミングで出されたラーメンをこんぐらいタイミングで食べたら、OK っていうのを、まあ、理解してる、まあ、いわゆる何て言うんですか、ね。まあ、常連、スーみたいな感じの人のことを、まあ、ロッターって言ってるんですよ。初心者は喋るなと。まあそうですね、初心者はもう脇目を振らずラーメン食えっていう。なるほどね、うん、死後が許されてるのはロッターのみっていうことですね。これは、まあ、間違ってもないけど合ってもないよ、ね、ロッターも別によくはないっていう。ロッターって何まず本当に、まあ、コロナになってから死後は本当になくなったけど、うん、その前とかちょっとぐらいは喋っても怒られるのかな、まあ、怒られるっていうお店はあんまりないと思うけどな、うん、ラーメン中食べてたらいいってことやろ、別にちゃんと、うん、着丼前とかちょっとぐらいは喋ってた気がするけど、ね、小声だけどね、めちゃくちゃ小声で。そうなんだよね、やっぱ静かだからね、ラーメン中央って、うん、どうなんだろうな、まあ、三角、まあまあそうですね、これじゃ三角ぐらいかな、やっぱでもそうですね、極力無駄口を叩かず、目先の一杯に専念することが肝要ですって書いてある。あ、まあそれは、まあ、それがロット見出しにしないにも繋がるからね。あ、そういうことだね、やっぱり。まあそうか、死後してると食べるのが遅くなっちゃうとかがやっぱ問題ってことなんですよね。まあ喋んないに越したことはないね、実際。まあね、まあ、まあそうなんだよ、後から喋るのが楽しいんだから。確かに、食べ終わった後にね。で、次ですかね、はい、連席。連席、ああ、まあ友達と来てみたいなことか。あ、そうそう、隣同士にしてもらうみたいな。あ、まあ、確かにこれはそのいわゆるロット崩れの原因になることは あるかなとは思いますけど。あ、まあでも結構連席 OK なお店の方が多いかな。何人ですか、何人ですかって聞かれる、うん、聞かれるね最近。3人ですって言うと、まあ先に1名通していいですかとか聞かれたりするもん、ね、あ、そうだね、それもある。そういう感じで、そうそう、お店側もそのロットを乱さないような形にしてくれるから、ね、迷惑にならない範囲で助手さんが席を都合してくれる店もありますが、基本的に客側から連席を要求することはタブーであり、連席が許されるのは女子供、年寄りのみですが。その悪の大魔王の。まあ確かに別に案内されるか、勝手に。まあそうだね、まあ、あんま気にしたことなかった。全然俺ら結構バラバラに普通に。あ、バラバラにしたこと全然あるね。後で喋りゃいいんだから、だって、うん、結局そうなんだよ。どっちにしろ結局喋ったら、どうせ喋んない分かんねえよ、だってそうだ、死後がダメっていう、結構個人プレイのとこあるからね、やっぱ厳しいなおい。なかなかですね、やっぱね。で、次がですね、万札や五千円札等の高額紙幣の両替。あ、まあまあまあ、これまあ、セスルよく言ってることですね。あ、まあそうですね、ラーメン屋さんに行くときは極力、まあ一万円札を崩していくとか、ね、そういう感じでしたいなと僕は思ってますけど、お店によっては券売機の横に両替機がついてるお店とかもあるんだけど、でもやっぱ一人でやってる店員さんとかが結構いるんだよね、ラーメン二郎って。そうなると結構大変じゃないかなと思うから、普通の飲食店で言ったら一万円札両替してくださいって全然普通のことなんだけど、まあ、ラーメン二郎っていうそのちょっと特徴のあるお店っていうのを考えたら、まあ自分で千円札持っていくのがいいんじゃないかなとは思いますけどね。はい、というか、まあそれが真のラーメン二郎好きなんじゃないでしょうかね。お、うん、どうですか、うん、名言名言製造機出た今、うん、ロット崩れ、ロット見出しにもつながる恐れもあり、タイミングが悪ければ店員さんの逆鱗に触れる可能性もあります。万札崩すのに、万札で事変起こるか。じゃあまあ一応合ってんのこれは。まあまあ、でも逆鱗に触れてるとか俺見たことないから、さすがにタブーでもないけど、まあまあまあ、なんか暗黙の了解みたいなね、まあ、お店とお客さんの間でのっていうのはあるかもしれない。そして次ですね、水を汲むために食事中に席を立つ、かっこ二度立ちと書いてます。へぇ、あかんの。いや、でもこれもね、いるけどな。もう全然いるよね。これはまあ別にそんな言われないかな。黙々と麺を食らうジロリアンの後ろを通り、水を取りに行くのは勇気と覚悟が必要だということを忘れてはいけません。そんなに危険地帯トラか、やつらは噛みつかれんのかな。野生のトラ、やつらはトラなのか。あとはジロリアンを放し飼いにしてますので絶対に止まらないでくださいから、ね、それサファリパークジロリアンサファリパークいや、それは別にいいと思うけどね。まあ、水はね、別にもう普通に生理現象飲んだらいいじゃん。っていうのはね、そんな5杯6杯行くわけじゃないんだから、まあ、そんな1回ぐらいやっぱりやめて。まあ確かに、もうコールの直前とかにいなくなるのはよくないかも、ね、あ、確かに、ね、あ、うん、まあまあ、これはでもちょっと気をつけるぐらいでいいんじゃない。そんな何回もとかじゃなければっていう感じだと思いますけどね、うんうん。そしてラストですね、はい、
フィニッシュムーブ時のカウンター汚れの拭き残し。ああ。なるほどね。なんで？何もう一回言って。フィニッシュムーブ時のカウンター汚れの拭き残し。フィニッシュムーブのなんか技名みたいな。そう。それともカウンターも技名みたいな。そう。フィニッシュムーブにカウンターみたいな感じするよな。確かに。まあフィニッシュムーブっていうのはいわゆる退店する前にラーメン二郎っていうの丼を上のカウンターに置いて、はい、で自分の席をきれいにしてから出るっていう。はい、まあこれによってその行列の流れも良くなるし、うん、まあ店員さんとかもやっぱ一人とか二人でやってるとか、うん、なかなかね席をきれいにするっていうのが難しいっていうのがあるんで、なんですけど体験したことないですか？ラーメン二郎で席座ったらめっちゃなんか前の人のスープが残ってたり。ああたまにあるね。たまにあるじゃん。それやっぱ次の人のお客さんのことを考えるとちょっとこうねマナーみたいな。そうルールっていうよりはマナーの部分かもしれない。ラーメン二郎においてのやっぱそうですよ。これにもやっぱマナー中のマナーであり基本中の基本であると書いてます。あーなるほど。そこなんだ。ここまでできてようやく二郎の作法をまとったというもの、最後の最後まで気を抜かぬよう注意してくださいっていうことですね。どこからどこまではラーメン二郎なのかって話で。いや本当そうなんだよね。本当にラーメン二郎好きな人って、もう次の日二郎行くためにまず前の日にちょっと胃を鳴らすために二郎に行くみたいな話もありますからね。まず前日に二郎を食って、その二郎はその二郎はいつから考えた二郎、その二郎を食うために前の日にやっぱ備えるみたいな。毎日二郎じゃん。じゃあ結局そうなるな。みたいなことを言ってる方もねいらっしゃいましたからね、過去にネット上ですけど。それも退店してからも次の二郎も始まってるから。いやそうよ、やっぱ準備をしていかなきゃいけないから。生活が二郎か。そういうことになってくるんだよね結局。ラーメン二郎っていうのが深いな、うん、今こうやって喋ってるのも二郎だと。いやもうそうよ、これも今僕たち二郎だ。もう準備二郎なんだこれ。二郎の準備だ。そうそうしてますからね。確かに。うん、まあまあまあ、でもほとんど言ってることはめっちゃわかるなっていう感じでした。おおむねそうです。まあ一部やっぱちょっと誇張してる部分 ね、ちょっとあったけど、まあまあ確かにこれをしっかり守っていけば、まあまあなんかこう注意されたりすることはなく、うん、あの気持ちよく食べれると思うんで。それはそれはそうだね。うんうんうん、穴がち間違ってない。本当だったんだじゃあネットは。ネットってすごいな。まあ、皆さんもラーメン二郎に行く際はまあ今日そういえばスルこんなこと言ってたなみたいなことをね、うんうん、ちょっと思い出しながらすすっていただけると嬉しいですね。なるほど、うん、嬉しいですね。嬉しいですね。嬉しいですね。何や後ろですね。懐かしいな。なんかそう聞いてさ、うん、車中の時点もうそれも二郎だったじゃん。そう準備がそういうことなんだよ。ティッシュを持っていくっていうのも追加したいですね、この項目の中に。お、なるほど、うん、靴は履いてった方がいいんだっけ。いや靴はでも場所によるんじゃないですか。なくてもよし。ひばりが丘とか大丈夫だ。なんでだよ。なんで優しいから優しいから。ひばりが優しいから靴投げる大丈夫って心配して。トップシューズはくれんのかな。ニンニクと靴いかがでしますか。ニンニクと靴めっちゃサービスでいいじゃん。もう野菜ニンニク靴で靴もくれるって。私大丈夫、私大丈夫ですか。インチくれますかじゃなくても。私大丈夫ですか。うち大丈夫ですかみたいなやつ書いてんのそこに。話してくるやついんのか。